サトシ君は小学2年生、大のおばあちゃん子だったんですよ。学校から帰ると、サトシ君はね、いつも2階のお部屋からおばあちゃんに呼ばれるんだ。タバコのお使いを頼まれるんですね。500円玉を渡されて、250円のタバコを買ってくると、残りのお金はサトシ君へのお駄賃になるんです。優しかったおばあちゃん、大好きだったおばあちゃん。そんなおばあちゃんがね、心臓の病気で急に死んじゃった。おばあちゃんのお葬式が終わって、親戚のおじさんおばさんたちが帰ると、家の中は急に静かになった。で、サトシ君は2階のおばあちゃんの部屋に行ってみたんだ。夕日が差し込む部屋の中には、おばあちゃんが使っていたタンスや座布団がそのまま残ってるんですね。おばあちゃん、サトシ君は小さくつぶやくと、タンスの一番下の引き出しをそっと開けてみた。そしたらね、引き出しの中におばあちゃんが横になって、ニコニコしながらサトシ君を見つめていたって言うんですね。